どうもこんにちは、新米クッキングのひこです。今回はですね、料理の動画ではなくあるものを購入しましたので、そちらの開封動画をやっていきたいと思います。はい、あるものと言いますと、ついに手に入れることができました。じゃじゃーん、PlayStation 5です。PS5 すごいですね。いやー、まさか11月12日に買えるとは思いませんでしたよ、本当に。はい。こちらの開封動画をやっていきたいと思います。どうですか、この大きさ。8K 対応してますね。4K120。見えますかね、4K120 に、HDR。自分にはちょっと夢わからないんですが、このまま進めていきたいと思います。はい。ちょっと後ろを見てみますか。圧巻のスピード、爆速ロードとかというものですかね。息を飲むほどの没入感、驚きに満ちたゲーム体験ができるそうです。はい。このままだと、プレステ4とどんぐらいの大きさが違うのかわからないと思うんですけど、このプレステ5かなりでかいですよ。プレステ4の時がこれですから。はい、一回り箱大きいですね。太さもこんぐらいですよ。はい、じゃあ中身を開けていきたいと思います。中身をどういったところ、よし、こうかな。まず位置を当てて取ることができますね。ちょっと見えてないと思うんですけど、こちらが入ってましたね。ちょっと見えますかね。何が入っているかと言いますと、説明書ですね。クイックスタートガイド、セーフティーガイドの説明書かな、これ。その後、なんだこれ。あ、台ですね。結構大きいですね、これ。安定感ありそうです。どうですか。HDMI ケーブルに、お、コントローラーだ。どうだ、コントローラー。おお、はい。指にしっくりきてます。で、電源アダプターですね。それと、タイプ C タイプの、USB ですね。はい。では、いよいよ本体を開けていきたいと思います。これを寝かしてから取るんだよね。よしよし。でかいぞ。箱もでかかったけど、中身に入ってるやつもでかい。ついに出てきました。これは怪物ですね。もう全くでかいです。スタンドなしでこのぐらいの大きさで、こっちがプレステ4ですね。大きさ見てくれ、これ。全然違いますよ。ほら。厚さも。これ。すごいですね。はい。では組み立てていきたいと思います。すごい。はい、いくつかの動画を見たことあるんですけど、まずこれを逆さまにする。逆さまにして、これをくっつける予定なんですけど、見えますかね。どうやってくっつけるんだこれ。あ、お、ここか。いろんな動画で見て確認済みなんですけど。あ、まずこっちに外すことができます。ピンが。ここにありますから。で、ちょっとガイド見ないと分からないですね。あ、これ回るんですね、これ。これが回るんですね、これが。はい、縦置き、横置きと。はは。はい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 。こんな感じか。で、ここにネジが収納されているから、ネジを取り出して、コイン。マイナスドライバーですね、これ。マイナスドライバーでもいいですし、コインでも良さそうです。1円コインで。ちょっとおさらいをしますと、本体を逆さまにします。そしてこれが動きますので、横置きにするのか、縦置きにするのかと。縦置きの場合は、ここをカチャカチャとなるのと、これが、なんていうんですか、一緒にならないといけないという感じですね。これを後ろに引っ掛けてからの、二重はめ込みの、ここにネジがありますから真ん中に。二重はめ込みの、マイナスドライバーとかコインとかではめていきます。はい、これで逆さまにしますよっ。こんな感じですね。ちょっと忙しい忙しい忙しい。はい、これでは台の説明をこれで終わりたいと思います。続きましてPlayStation VR 込みの接続の仕方をやっていきたいと思います。VR に一つ、一点だけ気になるところがありまして、PlayStation 4の時には、ちょっとこっちやってみましょう。4の時は、プレイステーションのカメラがあるんですけど、ここの差し込み口見えますかね。この差し込み口がこれはそのまま入ることできるんですけど、PlayStation 5ではこれに合う穴がないんですよ、これ。なので概要欄にも貼り付けておきますが、こちらのモニョを入手してください。入手してください。 USB に変換するタイプですね。はい、カチャッと収まりました。そして USB に接続するようなタイプですね。これがないと VR はできないです。 VR のカメラが接続は一緒だと思います。接続をしていきたいと思います。はい、接続しました。なので、はい、PS ボタンを押します。あれ？できた。まず。はい。では始めていきたいと思います。2段階認証ですね。ここから PS4 からのデータの移行をしましょうって書いてますので、やっていきたいと思います。PS4 の電源が入っていて、PS4 と PS5 と同じネットワークの接続されていることを確認してください。有線 LAN ケーブルで接続すると転送が早く完了します。これですね。はい、データの転送をしていきたいと思います。ダイソーでLAN ケーブルを買いましたので、こちらを接続すると転送が早くなるっていうのでやっていきたいと思います。なのでこちら何もさ、こちらにはもうすでに抜かれてますね。電源構造だけ入ってます。はい、PS4 の方にもLAN ケーブルを差し込んで、PS5 の方にもLAN ケーブルを差し込みました。で、これでやっていきたいと思います。続けるですね。ネットワークで PS4 が見つけることができません。ああ、PS4 の電源入れるの忘れてましたね。すみません。今入れました。初歩的なミスですね。すみません。すべての転送可能なデータ。OK でしょう。転送開始。お、始まりました。ちょっと大きくしてみますか。あ、もうすでにフォートナイトと、これは VR であるゲームですね。アストロ、プレイルーム。はい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 。ディスクを認識できません。ディスクに汚れ、裏と面が逆になってないか確認してください。だとマジか。こうか、もしかしてあはこうだね。ディスクを逆に入れていましたね。あ、出てきました。フォートナイトもすぐできるみたいですね。お、入ってる入ってる。はい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 。入ってますね。データ。データ入ってますね。スコードロンもやってますし、こちらの VR のゲームもありますし、ハーツネムクの VR もありますし、ペルソナもありますね。全部入ってます。はい。ちゃんとデータが転送されてますね。あと28分ですが、これで終わりたいと思います。この動画が良かったと思う人は、高評価でお願いします。チャンネル登録してくれたら嬉しいです。では、ご視聴ありがとうございました。あとはもうこれだけですね。はい。じゃあ終わりたいと思います。はい。データがちゃんと入っているかどうか確認したいと思います。なんとなく早いですね、ロード時間が。あ、プレステ4の場合は丸が決定ですね。うん、データ入ってますね。はい、データ入ってます。では。